モグラメリーです。おっさんことオースリーです。じゃあ日本語でお願いします。通訳です。そらです。東京リベンジャーズしりとり。バイバンジャー。東京リベンジャーズがこうなる前から私は東京リベンジャーズ面白いなって思ってたよ。いや声どうした。喉、あと喉の件はね、あまず私は寝起きなんです今。あよかった、誰かと対話して逆水平チョップ食らったわけじゃないの。マンチだな。そんなマンチなことしてないんですけど。東京リベンジャーズ登場のキャラでしりとり始めましょう。花巻主人公清正。清正じゃあ、はい、未来からタイムリープしてきた主人公花垣武道と12年前の喧嘩賭博を仕切っていた清正くんです。今回は一人の人物だけで名字名前あだ名の3回使います。おお、まああだ名多いからね。最初はね、主人公スタートということで空猫くんに花垣と言ってもらいました。主人公が金髪と黒髪なんでしょう。いや光さん。そこだけ聞いたね。超怖い夢見て、夢の中でしりとりくべぶぶと収録してて、でさ、おっさんがなんかてめえふざけんじゃねえとかでめちゃくちゃキレ出して。めっちゃ怖かった。マンジだった。それはもう大スリーちょっと謝っていただかないと。俺悪気な、申し訳ねえ。てか大スリー、サワー思い浮かべましたか。サですって。はい、急に寝起き感出たな。寝てませんか。やめろ、鎮役がいたらキレるぞ。今日ね、怠慢だ。今日大スリーマンジだから。なんて言ってるの。怠慢、傲慢だ。傲慢だ。傲慢だ。急に傲慢宣言。ずっと傲慢だに聞こえた。さの誰だ、その佐野くん。佐野万次郎、通称マイキー、東京万次会の総長ですね。あ、万次万次。いや万次郎な、呼び方の癖が強い。あ、てか俺今日こん中で下品な挨拶邪魔しないやついるって言おうとしたのに。忘れてた。めちゃくちゃ面白いじゃん。なんでやんなかったの。次、鎮役のですよ。のなんていいの。クククって笑う人おるやん。え、それ死ぬじゃん。あ、すいません、これちびまる子ちゃんでした。野口とかいそうじゃない、あだ名で。いや、今ちびまる子ちゃんの野口さんの話してたからや。そら猫くんが引っかかっとる。のぶたか。ポンポンポン。幼いのぶたか、暴走族メビウスの総長ですね。現代では別人のように落ちぶれていて、何か過去に秘密がありそうでしたね。はい。本当はね、この人をきっかけにパーノたちやられてるのにひよってるやついるってセリフが出てくるんですけどね。ちょっと僕は勝手に鎮役の挨拶潰すセリフにしちゃった。本当にね、怒られろって感じですよ。空猫くん、カです。カはいます。いますね。カストラハネミア。空猫、行っちゃったー。ハネミアカストラだから、しかもまだアニメに出てきてないし。いやこれ見て、いやちょっと待って待って待って、これカズトラ最初に書いてあるよ。カズトラハネミアって。いやそれローマ字表記だからや。カズトラハネミア。またまたそれ。公式ホームページのキャラクター紹介のところに日本語表記とローマ字表記どっちも載ってて、ローマ字表記の方読んじゃいましたね。この前もなんかなんかの CG でやってたよこれね。サンイツアガツーマン。ダメかよ。まあ、たとえねカストラ君だけで言ってたとしても、ラで始まるキャラが今回なかなかいないから、どっちにしろダメだったと思いますよ。確かに。なるほど。バカだよ。カはですね、4番隊隊長に川田名穂也くんがいますね。かっこいい。通称スマイリーって呼ばれてますね。え、スマイリーさん。バカにしますよ、これ締めましょうよ。川田。タンタンタン。タチバナ。うわひなーうわえ、誰誰誰誰、どうした。あ、すいません、ドヤツジムさん出ちゃいました。あー、出た。出たよ、また。私は限りなく完璧に近い生物だ。ドヤ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 。これ立花からのさ、名前切れじゃん。うわ、出たよ、空猫。言っちゃうんだよな、そういうこと。お、覚醒しちゃった。うひょう。うひょう。いや、うひょうじゃないのよ、空猫は。なおと。うわー、拍手してください。やり直したい過去がある。ヒロイン、立花ひなたの弟ですね。主人公は直人と握手をしてタイムリープをします。ほんと。いや、まあ、握手会できないじゃん。握手した人全員タイムリープしてたら大惨事だ。来てくれてありがとうね、プシュン。あ、どうも、プシュン。そのために未来変わるのやばすぎる。やばー。東京マンジ会。わー。うわ、来た。うお、ここで出ました、チーム名、東京マンジ会。わー。え、高校生とかなのこれ、マンジって言葉使うの。主人公たちは中学生なんですけど、まあマンジは挨拶みたいなもんだよな。マンジマンジ。あ、そうなの。え、じゃあ挨拶するときにマンジーって言うの。そうだよ、俺小学校朝の会の号令マンジーだったからね。やばー。いや、嘘だからね。出るだろ、それくらい。そりゃそうだ、終わってるわ、ちやん。なんて言えないけどな。あー、これどうだろう、いい、いけぼ。どうぞ。一番隊副隊長。ん、いや、言っていいよ。一番隊副隊長。え、ちょっと待って、これもしかして言ってる。言ってるよ。言ってるよ。
いや一番隊副隊長の名前を言うのかと思ってずっと待ってたわ。いやだから鬼だなと思ったんだよ。でもダメなのこれは。キャラでもチーム名でもないので空猫ツヤーター。マジか。わかー。まあでもねこれ以外いないわ。いやいっぱいいるから。言ってみろじゃん。誰がいるんだ。いややっちゃってくださいよラメディ先輩。あれちょっと待って、アニメ12話までに出てきたキャラでイから始まるやつっているか？え？イヌイ君もイザナ君もまだ出てないからこれは空猫アウトと見せかけて新役いっちゃうとー。嘘でしょ。嘘でしょ。新役さんアウト。いや待って待って待って、そしたら待ってそしたらそもそも論だ、そも待って、とがそもそもなかったよ。いや例えば普通のしりとりでライオンって言った人は負けだけど、その前の人は関係ないでしょ。今回は新役がアウトです。はあ、そんなの聞いたことがないぜ。いや危なかった危なかった、やれやれ、やっぱ雑魚だなお前は。だと。じゃあ3回戦は好きなキャラから始めてください。空猫くん、よっしゃー、よかったね。狭いりいいな。リュウグウジン、ドラケンの名字シーバ。おお、シバ八海くん。ドラケンの本名竜宮寺から2番隊副隊長のシバ八海くんに繋がりましたね。めちゃくちゃちょっとだけどアニメに出てたのでありにしましょう。おえー、次は珍役バといえばあの人ですよね。バトルドーム、それは佃オリジナルのおもちゃ。林田春樹。あーそっちか。えなんでパーチン。いやパーチンもいたけど1番隊隊長のバジケイスケくん行くと思ったわ。本当にあのケムツバが好きなんで、呪術廻戦の時も言いましたけども、はいはい、声優の木村昴さんね。一番大体ちょっと歯なの、バジケースケですからね。え、バって歯なの。あれまた急にしりとりのおさらいを。もう何回やったらわかんだよマジで。マジで意味わからなかった、バから始まるのに。まあまあ空猫くんは木ですから。いやちょっと待って、これねいないです。木は木でもいいんだよ。木でもいいのか。木に丸がついてるやつってないよね。ハンダくんのこと、あのパとかピとかの。え、しりとりの前に日本語のおさらい。キムラ。空猫ツヤだ。何回いるなら普通は言ってたじゃん自分のさっき。いやそれは声優の木村昴さんな。東京マンジカに木村昴さんいないから。やばいよ。ハンマ、ハンマだっ、そっちじゃない。マイキー、ナイスー、さきセット。うわー来た、来たー、さあ来た空猫、これは最高のパスです。最高じゃんお前。いるだろ、自分で言ってただろ、黒と金の。あーもうこれ以上は言えない。頑張れ空猫、かませ行け、お前が主人公だ。ごめんなさい笑っちゃいけないところ。いやでも今完全にねパス投げたもんね。ここまで言ってわからねえやついる、いねえよな。いる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 。あー千葉な。それかシアター。あれ立花もう行ってます。何がいるんだよ逆に。じゃあ竹道がいるだろうが。主人公、主人公か。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価してくれると嬉しいです。 Twitter、Instagram、僕が所属している君夢やバンドサブチャンネルは概要欄に貼っておくから見てくれよな。それじゃまた次の動画で。またね。一応タケメッチの後も続くんですけど、すぐ終わっちゃうんですよね。新役終わりだな。あーこれはリベンジできない。許してください、お願いします。出さばりました、すいません。あの挨拶が下品すぎて1年監獄にいた人ですよね。あでも1年で済まされるんです、よかった。まあ一応地から始まる人は地風湯っていう一番隊副隊長がいるんですけど、湯から始まる人がいないからそこで終わっちゃうんですよね。ということで空猫くんのマイキーのモノマネまで321。ひよってるやついる。ちょっと待って、いねえよな。ガチだ、ガチすぎる。でもうまい。うまい、意外にうまかった。うまかったね。はい、ということで本日は以上になります。チャンネル登録と高評価していただけるとモチベーションになります。よろしくお願いします。バイバイ。